バイ3の新作の水着です。これいくらだったっけ。その水着のお値段はこちら。後ろはです。こんにちは。僕が YouTube 始めて面白いこと最初やりたいなっていうのがきっかけで始めてたんですけど、なんか SNS がとうとう3万人ぐらいになってきて、自分の方がもう驚いてるっていう感じです。最初顔出しはもうしてなかったんですけど、ある時にみんながこう背中を押してくれて、ちょっとずつ顔を出していって、今はもうマスクとかもこう外して、もう本当に素顔でさらけ出しちゃってるんですけど、でもまあそんな自分なんかでもいいよって言ってくれる人とか、フォローしてくれたりする人がいて、まあ、正直こうありがたいなって思ってます。今年いろいろこうゲイの人とつながっていきたいなって一番やっぱり思っていて、僕が最終的にやれたらいいなって思ってるのは、ゲイの世界に何か貢献するっていうこともそうだし、ゲイの会社を作れたらいいなっていう夢があって、そういう夢をこう実現できるようなことをしていきたいなって今は思っています。まあ、正直まだどうなるかも分かんないし、まあ、顔出しとかして会社にバレたりして働きづらくなったりとかっていうのも考えたりしたけど、やっぱりまあ僕昔だったらやらなかったと思うけど、今は応援してくれる人とか背中を押してくれる人とかたくさん出てきたから、そういう人がいてくれるんで、まあ、なんかこうやっていこうかなって本は思っています。気持ちはすごい救われてるかなっていう。まあ人間は正直に言うと綺麗な部分と、まあ、綺麗ぶってるところと、まあ裏でやっぱりこう汚い部分はやっぱあると思うし、どっちかっていうと僕は汚い部分を出していきたいなって思っていて、あえて嫌われるかもしれないっていうか、汚れてる自分を出していきたいと思っていて、なんか本当はこう綺麗なところを出せばそういう綺麗なイメージがつくと思うけど、なんか僕じゃないなって、そういうのが海鮮丼、醤油どれ、あんけいい匂いがする、あ、おいしい、海の匂いがする、ね、僕はもう元が底辺だから泥水でこう生きてきたから、
どっちかっていうとそっちの方がなんか合ってるし、気持ちも楽だし、そういうのをそれでもいいよって言ってくれる人とつながれたらいいかなと思ってます。まあ、これから今年このサマーレボリューションっていうのをやるきっかけ、もちろん夏だからっていうのもあるし、こういう生き方をしてる人もいるよみたいなのもあると思うから、面白いそういう生き方とかそういうのも全部含めてなんか表現できたらいいかな。みんなと一番はやっぱり作っていくっていうのが、まあ、僕の中では大事にしてることなので、ああこういう人もいるんだなみたいなそう思ってもらえればありがたいです。まあ僕一人では絶対いろんなことは成功できないから、ゲイの友達とこっちのね人との、知り合いの人といろいろ助けてもらいながらこれからもやっていこうかなと思います。なので今年の 7月8月9月3ヶ月間は楽しい部分とか、ああこういうことってあるよねみたいな、そういうことちょっと作っていけたらいいなと思ってるので、まあ、よかったら遊びに来てください。フォローも待ってます。では以上です。お疲れ様でした。